さて、僕らの目下の課題はそれを踏まえてどうするかだ。敵の総戦力が分からないのもまずいよ。一番の問題はその芝ってやつだな。私たちの力の根っこにあるのがフォトンだ。それについてはすでに分析を進めて太陽案を動か、何かいい手がある。フォトンが効かないなら物質兵器をぶつけるまでってこと。 AIS の調整は最終段階よ。量産体制も順次整えてる。次の襲撃には間に合わせるって研究部フル稼働で頑張ってるわ。そうなると次に気になるのは敵の動き。残念ながらいい情報はありません。シャオとも連携して調査していますが、未だに敵の所在は不明です。これは純粋に技術力の差だろうね。フォトンの隠蔽や隔離は彼らの得意とするところだろうし、次はいつ現れるかの予測はまだ難しいってことだね。うん、そちらは共同部と戦闘部で連携。昔に比べりゃアークスの数も増えてる。平時現段階でできるアークス側の動きはみんながまとめてくれた感じかな。あのシバって人がこの人に向かって言ってた世界の器って言葉、あれって残念ながら私にもその発言の意図は不明です。ただ何らかの理由でシバはガーディアンを狙ってくる。理由がわからないけれども放ってもおけないか。しばらくはマトイと一緒に行動するように。二人が揃っていれば大丈夫。各部、今まで以上に連携を密に。あとは現場裁量でうまくやろう。大丈夫、みんなが。あなた、ちょっとさっき話してた AIS の改造の件、悪いんだけど時間を作って会いに行ってもらえ。あれ、アルマさん。あー、みんなおかえり。相談は終わった感じかな。アルマさん、大丈夫ですか？ずいぶん調子が悪そうですけど。できるなら強がりたいとこだけど、全くその通り。調子が悪い。昔の戦った後みたい。懐かしいな。この前あのシバって子が来た時に何か仕込まれたのかな。いや、自分のせいかな。フォトン吸収を防ぐ壁張ってたわけだし、それがそのまま帰ってきてるのか。消えちゃったりしないよね。ああ、大丈夫大丈夫。そこまで深刻じゃない感じだよ。治るかどうかもわからないけど。いや、それ結構深刻。慌ててもしょうがないって、こういうの。ゆっくり治すよ。ゆっくりね。でもごめんね、二人とも。今無理して消えちゃうのはまずいし、しばらくは私戦力外かも。うん、それじゃあお言葉に甘えさせてもらっちゃおうかな。君はアルマの姿が見えると聞いた。そして彼女のために尽力してくれたと。
深く感謝の意を述べたい。私には資格がないゆえ、彼女の姿をこの目に捉えることはできないが、それでもわかる。彼女は君たちのおかげで救われた。だからありがとう。そうだな、今度こそ私は守れたのかもしれない。アルマが死してなおその思いの拠り所としてくれたアークス、だからこそ今度も守らねば。彼女と我々の居場所、私やマリアには彼女が見えない。何を言っているかはわからないが、なんとなく君を頼りにしているのはわかる。彼女のことよろしく頼む。リサの言う通り、皆さんの声は常に私にも届いています。とはいえ身は一つ、リサにも皆さんにも不便をかけますが、どうかそこはご容赦いただければと。確かに慣れるまでにちょっと時間がかかりそうです。あ、ちょうどハリエットさんが出てきてくれたので確認したいことがあったんです。今こちらにいらっしゃるハリエットさんはオメガであったことをどれだけ認識されているのかなって。その説は大変お世話になりました。同一人物と思っていただいて差し支えはありません。オメガのハリエットは神になり変わり、そしてこちらに、そうですね、アルマさんと同じと思ってもらえればイメージしやすいのではないでしょうか。だからガーディアン、あなたの尽力を私は覚えていますよ。緊急任務発生。全アークス一斉参加による特殊訓練実施中。アークス各員はクエストカウンターより任務への参加を。危ない、後ろです。遅い。その力と身のこなし、やはりお前がガーディアンか。お前があいつを。どうしてアークスが今応援を送ります。確かに力はある。もはや運命に見入られていると言ってもいいだろう。だがお前のその力は奴らに絶望をもたらす。万一お前の存在が絶望に変わるとき、俺は決してお前を許さない。それを胸に深く刻むがいい。さらばだ。反応消失。襲撃されたときの反応もギリギリまで検知できませんでした。気配遮断でしょうか。でも
もあの人の戦い方、これは一体。まだゴミが落ちていましたのね。ですわね。本来ならばメイドの領分であるお掃除をお手伝いいただくなんて大変心苦しいのですが、せめてご奉仕させていただきますわ。これが私のおもてなしですの。さあお掃除を始めましょう。感謝いたしますわ。巻き込んでしまって大変申し訳。あら、大変ですの。ほうきが粉々に。またやってしまいましたの。ああ、またマリアさんに加減なさいと怒られてしまいます。いえ、落ち込んではいられませんわ。ご挨拶が遅れましたの。私、ルコットと申します。お目にかかれて光栄ですわ、ガーディアン様。私がここにいた理由ですか？この度、新クラスエトワールが認可されることになりまして、それで提唱者の責務として実戦で戦術を確かめていましたの。エトワールが気になりますの？ガーディアン様にそう思っていただけて光栄ですわ。それでは僭越ながらご説明をさせていただきますの。エトワールはご覧いただいた通り打撃を得意とする近接クラスですの。その特徴は総合力を高めること。味方のクラスごとに適切なプラス効果を付与することで全体にご奉仕する。そして皆さんが強くなることでエトワール自身もまた強くなれる、そんなクラスですの。ですが何分私が未熟なせいでガーディアン様に助けていただいてごめんなさいですの。ご迷惑でしたわよね、ガーディアン様。はい、おかげさまでですの。メイドにまでお気遣いいただくなんて、お強いだけでなくお優しいのですね。さすがはガーディアン様ですわ。その強さ、そして優しさ、感動ですの。尊敬ですの。まさにメイドがお伝えする理想のご主人様、マスターだと確信いたしました。私、マスターが不在で、今後はあなた様をマスターとしてお伝えいたしますの。ふつつかものではございますが、よろしくお願いしますの、マスター。
サラが言ってた AIS の研究員さん、この辺りにいるはずだよね。それじゃ早速なんですけども、稼働訓練と調整をお願いします。いきなり実戦でも OK ですので。ちょっと待って、リュドミラちゃん、何のことだかさっぱりわからないよ。何って、 AIS の話ですよ。私は AIS の改良を任されました。基礎的な部分はすでに着手済み、宇宙戦闘も可能な状態です。とはいえ現在は特艦での対応、汎用化という部分では不安が残ります。なので稼働データが必要なんです。そのため私は総務部に最大効率で AIS を動かせる人材の調達をお願いした北野がお二人となると、あとはやること一つです。さあ動きましょう。時間は止めどなく流れているのです。乗り手によらない機体がいいから、ある程度モジュールを固定化して簡単操作にした方がいいかな。出力の向上レベル次第だけども、そうなったら一般市民でも戦える？負荷に体が持たないかな。シート自体の保護機能を強化したらワンチャンあるかな。どのぐらいコストかかるか試算しようっと。稼働データって AIS を動かしてこいってことかな。私自信ないんだけど。そうです、あなたはアプレンティス戦の時にも AIS を買って活躍されたと伺っていますので、アークスのため、未来のため、そして何より私の研究のためによろしくお願いしますね。まあとりあえず使えるタイミングで使ってみようか。サラのお願いでもあるわけだし。ストラトス、ヒーローがファントムを語るな。ふゆ、ん？おま、あれ？お知り合い？知り合いというほどではない。黒き狼、極夜。ほう、気になるか？だが、まだと。あ、そうだ、私たちにファン。俺は極夜だ。かっこ悪いあだ名で。なんでですか？子供の頃から呼んでたじゃないですか。黙れ。正義にとらわれ現実を見ようとしないヒーローと慣れ合うつも。なんでそんなこと言うんですか？くだらんな。正義などどうでも。ファントムが見るのは現実。
目的達成の手段に正義だの悪だの。教訓ひどい。そうだ、ファントムのことだったな。ファントムクラスを生かすには影のように立ち回る必要。回避行動を使いこなせば攻撃をいなすことも強力な。またファントムのフォトンアーツはそれぞれ裏の力を秘めている。蝕みも忘れるな。状態異常の敵を蝕むことでファントムは死影のように舞い、表と裏の技を使い分け、それが亡霊。そんなの正義に反しています。強い敵ガーディアン、お前もストラトスと同じ。ほう、この流れならストラトスに同調しそうなものだが、お前が正義を捨て亡霊になる覚悟があるかどうか。こう、さらばよ。教訓。失礼な言葉。すみません、私たち実は幼なじみで、当時私はその事件で、その教訓は私を励まそうといろいろ努力だから愛想が尽きたんでしょう。その頃からあんな冷たい感じで嫌われちゃったんだと思います。でも本当は悪い子じゃありません。ちょっと悪ぶってはいますけど、だから嫌わないであげて。報告が途中になってしまいましたが、新クラスファントムの提唱者極夜、あなたは新クラスの発展にいつも貢献してますし、気になる存在だったんです。それにしてもストラトスさんと極夜さんは友達とのこと。お二人とも、サラさんの紹介で AIS の専属研究員の方に会ってきたんですよね。うん、ユドミラちゃんって子。悪い子じゃないと思うけどね。アークスにおいて優秀な人材は一癖も二癖もある人ばっかりだ。君たちのようにね。しかし中間戦闘可能とする改良案を即座に提案してきたのは彼女さ。そしてそれをすぐに実現してみせた。演算でも計り知れない天才ってのは大体は突拍子もなく現れるから本当面白いよね。芝たちの所在をつかむ算段と事前策の準備かな。だが相手の今までは情報という側面でアークスは優位に立てていた。ダーカーがどこにいるかを感知し、ダークファルスの発生予兆をつかみ、あらかじめの準備ができていた。だけど今回の相手は今までと違う。向こうの方がこちらより情報的に優位にある。だからいつ何が起きても大丈夫な準備と心構えが必要だ。クソ、ここまで差があるのか。シャオ君、緊急警報発令。次元歪曲反応、敵の出現です。出現場所はマザーシップ内部。マザーシップ内部に敵反応感知。
演算するまでもない。何事も頭を潰せば終わりです。狙っていた座標から少しずれましたね。さすがに中枢へ直接侵入は欲張りすぎでしたね。まあ道中の破壊を楽しむこととしましょう。そこまでだ。これ以上の破壊はさせないぞ。想定以上に到着が早いですね。こうなることも予測していたのでしょうか、劣化コピーさん。せっかくですので、アークスというものを徹底的に潰しておきましょうか。バルナ、はミトラ、はい、競争をしましょう。群れてくる塵をどれだけ消せるか、手段は問いません。ただきちんと数えておいてください。勝負ですから、フェアに行きましょう。二人とも真面目ですね。私は楽をさせてもらいますよ。見ているのでしょ、劣化コピー。これらが何かも分かるはずです。アークスの皆さんに伝えてください。健闘を祈ると。新型の適正反応と、先日アークスシップに強襲してきた3つの反応を感知。ここまで全く感知できなかったのに、今はまるで。大丈夫だよ、し、あなた。はい、そうですね。ガーディアンのお二人を信じて支える。マザーシップへの破壊工作に伴い、機能は制限されつつありますが、
ものと全然違う。それになんだかこの前の芝って人と同じような手応えがする。こっちの攻撃が通じにくいというか、吸われている感じが。行こう。悪いね、助かったよ。他のみんなは？私も探しているところさ。ま、最初に会えたのがあんたたちでよかったよ。あんたたちが一番ポイントが高い。え？それ！ち、騙されるな、二人とも。そいつは姉さんじゃねえ。ゼノさん？その怪我は？はあ？私の一撃を食らって生きてるとは、しぶとさだけは一級品だね。本物の一撃はあんなもんじゃねえよ。その大して似てないモノマネ、いい加減やめろ、偽物さんよ。似てないとは心外。私の魔法は完璧。あなたは私はミトラ、20の座、義の女神。偽物になるために私はある。私にはこの前触れた。俺にもついさっき触れたな。疑心は人を殺す。人が人を疑う様はとても滑稽。これからあなたたちは常に疑わねばならない。自分たちの仲間が仲間ではないのかもと。私はそれをいつも見てきた。そしてそれはこれからここでも。疑心は人を殺す。親切にご説明ありがとよ。だったらここで元凶となるてめえを仕留めれば済む話だ。あなたたちはポイントが高い。ここをもらえば私の勝ち。ポイントって、誰が一番あなたたちを殺せるか勝負。今は私が負けてるから、ここで挽回。ざっけんじゃねえぞ。俺たちはてめえらの遊び道具じゃねえ。なんで怒ってるの？あなたたちもダーカーに同じことしてる。自分たちが駆られる立場になる気分はどう？それを因果応報というの。その気分はもしかしてあなたになればわかるのかな。ぶっとい。思ったよりも効率悪いな。これじゃ差が広がるばかり。だからちょっと本気でやる。なっ、ゼノさん。あれ、これでも死んでないの？ああ、なるほど。その武器、私たちと同じ奴らか。道理で硬いわけだ。でも持ち主を殺せば関係ないよね。あらあらあらら、これはこれは
また時間食いそうなのが来た。まあいい、他のところでポイント稼ぐから。ゼノさん大丈夫ですか？今回復を。大丈夫だ、俺はまだタフネス自慢は大変結構ですが、今は足手まといを連れて歩ける状況ではありません。敵さんのポイントにされたくないならさっさと帰還してもらえますか？それとも B さんが解釈しましょうか？リサさん。いや、言う通りだな。七木もこのざまじゃ役に立てねえ。あいつら相当ヤバい。お前さんでも勝てるかどうか。俺が言えた義理じゃないが、気をつけろよ。知っているとは思いますが、シバは今のあれより強いです。では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 、リサも一緒に行かせてもらいますね。何を隠そう、リサ一人だと中枢部に入れなくて困ってたんです。壊して入ってしまおうかと考えてた矢先にお二人を見つけられてよかったですよ。壊すって、そんなことしちゃダメだよ。リサがやらなくても敵さんが遠からず同じようなことをすると思いますよ。ほら、二人とも急ごう。そういえば、リサさんにはどうしてあの敵の動きが見えるの？リサはちゃんと目で見てますから。ん？アークスの皆さんはですね、フォトンに頼りすぎなのです。目、見えていないのにレーダーを頼って適当に攻撃を仕掛けたこととかありませんか？あれもそうです。皆さんは目で見てると思いつつ自然とフォトンを感知して動きをつく。でも今は敵のフォトンが隠蔽されてし、そして逆に敵にはこちらのフォトンの状態が筒抜けなわけで、当然、つまり現状は当然であってどうしようもないという。それじゃ私、敵のフォトン隠蔽を上回る技術を見出せば今まで通りに感知できるんじゃないですか？それにリサ以外にもフォトンに頼らず戦える人はアークスにはいますよ。それってきたわね。お嬢さん、お一人ですか？私と一人で対する割には大したフォトンも感じませんが、ずいぶん見くびられたものですね。見くびってるのはどっちかしらね。
これはもしや、あなたはフォトンを使っていない？そうよ、私はフォトンを持たない。感知も何もかも頼ってない。あんたのフォトンを吸収する能力は私には意味がないってことよ。まさかこのマイナス面がここに来て役に立つなんてね。絶対に許すことはできないけど、ルーサー様様ってところかしら。もらった！お嬢さん、今何とおっしゃいました？私の聞き間違いでなければ、面白い名が出ましたね。何こいつ、すごくヤバい。は認めましょう。しかし所詮は人の器での努力。宙を舞う誇りか、地に積もる誇りか、あなたと他の有象無象の違いはその程度です。私は生まれ落ちたその時から世界を滑るためにあった存在、世界の器たる存在ですから。世界を滑る存在とか、どんだけ傲慢なのよ。理解の必要はありませんよ。どうせあなたはここで死ぬ。無事かな、サラ。ショウ、これは驚きましたね。しかし手間が省けました。あなた、成長しておいて正解だったよ。なんとか守れたようで何より。バカ、どうして私なんかをかばって。合理的な判断じゃないのは分かってる。でもそうしなきゃいけないと思ったら勝手に動いてたんだよね。いやはや僕も人間に寄りすぎた。だから人間らしく少し休ませてもらうよ。シャオ、シャオ、シャオ。これで頭は潰れましたね。それでは続けて手を潰しますか。そうはさせないよ。手を。分かってる。ウルクさんにテオドール。
遅くなってごめん。調整に時間食っちゃってた。でも状況は大体分かってるよ。あいつがどれだけとんでもないかも。総司令とやらが直々にご苦労です。そのような機械人形で私に立ち向かうつもりですか？冗談、それは私の役目じゃない。アビス封印解除。総司令権限アビス行使。アークス全員即時撤退、強制転送。マザーシップシャオ放棄します。見事な引き際です。これは想像より手を焼くかもしれませんね。よく我慢しましたね、二人とも。主が楽しそうでしたので。逃がしていいの？誇りがどう舞おうともどうでもいいことでしょう。しかし私は随分避けられていたようで、ポイントは取れませんでしたね。あいつらの相手効率悪い。ポイント勝負はバルナの勝ち。こちらに誇りが多かっただけの話です。では褒美として追撃はバルナに任せましょう。かしこまりました。私は留守番かな。残念。あなたにも遠からず動いてもらいますよ、ミトラ。何せ掃除には時間がかかりますからね。ウルクさん、どうして？二人がそういう反応するのが目に見えてたからだよ。マザーシップとシャオ君とあなたたちを天秤にかけて、私はあなたたちを選んだ。そしてその選択が間違っていたとはこれっぽっちも思わない。シャオ君だってきっとそうしたから。シャオ君の演者ソラちゃんだっけ。今なら私の姿が見えるかな。あなたは？私はアルマ、初代のクラリス・クレイス。前にあなたがここに来た時、私はここにいたけど見えなかった。でも今は見えている。この意味がわかる？シャオの力。そう、シャオ君の力はあなたのうちにある。シャオ君はあなたのうちで眠ってる。それはあなたという器には大きすぎる。目覚めたらあなたを壊してしまう。だからシャオ君は眠ってる。そうか、シャオは私の中にいるのね。
かりしなさい、みんな。シエラ、何のためにシャオが権限移譲したと思ってるの？たりとも、あそこで君たちが死んだら元も子もない。対極的にものを見ないとダメでしょ。サラさんと、シャオなら言うわね。私の内側からそんな気持ちがふつふつと湧いてきたもの。そしてあいつはきっとこういう、やられっぱなしは性に合わないって。確かに言いそうだね。負けず嫌いだもんね、シャオくん。シエラ、各シップとの連絡は取れる？アークス各員の状況とかは？あ、はい。各シップ独立演算にて運用中です。アークスの状況はこちらに来てます。あちこちのシップに散らばってますが、6号の皆さんは生存確認済みです。アークスの現存数もオペレーター主導で確認してる。あと1時間もすれば状況が出揃うよ。シャオはこういう状況を見越してた。だから権限を段階的に移譲して自分なしでもアークスが動くようにしてた。でも残念だったわね、シャオ。まだ隠居なんてさせないわよ。シエラ、アークスシップの航路変更。惑星アムドゥスキアに向かって。アムドゥスキアですか？シャオが最後に私に言ったの、アムドゥスキアに向かえって。きっとあそこに鍵がある。現状を打破するための鍵が。そろそろ来る頃だと思っていたよ。何が聞きたい？なんて愚問だな。あの芝についての情報だろう。だが残念、僕も彼女についての情報はそう多く持っていない。ほとんどはハリエットが言ってくれた通りだ。僕はハリエットを作った。それはフォトンの器として究極のもので、まごうことなき最高傑作だった。器が自己を持ち自我を持つ、それは知性の創造と同義だ。シオンの始まり、海の中に不意に生まれた知性、ついにその現象を追従できた。それを器としてしか見ていない上層の俗物さえいなければ、やがては全知へと至っていたはずだった。それだけの時間はあった。技術もあった。見本とするべきアカシックレコードもあった。だのに瞬間的な解決を人器から元の魂を引き剥がし、そこへフォトンを流し込み、餌、フォトンを消すために存在する深淵なる闇の餌に。処置は成功した。深淵なる闇は器へと入り込み、知性、あとはその器を捨てるのみ。俗物にとって誤算だったのは深淵なる闇。今でいう芝が知性を得、人の欲望に取り付くガン、ダークファルスを残し世の楔とした。いずれ自分が戻った時のためも、それらの宿り先が僕たちということだ。どうだい、
何の身もないつまらない話だろう。それでも君にこの話をしたのは、人としてのルーサーとしての君への礼のつもりさ。ハリエットの魂は救済されていた。それを知ることができたのは一つ僕にとっての利ではあった。シオンは当然彼女のことも知っていたのだろう。道理で同情的だったわけだよ。ガキども、てめえらと遊ぶほど暇じゃねえ。なんで暇なのに遊んでくれないの？どうして、どうしたら遊んでくれるの？おいガキども、いい加減にしろよ。てめえらがやったことを忘れたとは言わせねえぞ。てめえらがいなければシーナが死ぬことはなかった。ごめんなさい。謝るんじゃねえ。余計に惨めになるだろうが。分かってんだよ、お前らとダブルは違うってのは。だがそれでもお前らの姿はダブルそのままで、どこまでも俺を苦しめる。分かっただろ、これ以上俺に構うんじゃねえ。だったらなおさら一緒に遊ぼう。てめえら忘れてほしいなんて思わない、許してほしいなんて思わない。怒られるのは嫌だけど、怒られて当然だと思う。殴られるのは嫌だけど、殴られて当然だと思う。それでも今僕はおじさんと遊びたいと思ったの。私はおじさんと一緒に遊びたいって思ったの。自分の気持ちに嘘をつかないってここに来るときに決めたから。嘘をつき続けておかしくなったのを見てるから。僕たちはやりたいことをやる。私たちはやりたいことをやる。だから遊ぼう、遊ぼう。たくよ、俺の周りに集まるガキはどうしてどいつもこいつもわがままなんだ。の独立運用コード本当に使うことになるなんて思ってもみませんでしたよ。失礼します。カスラさん、相変わらず嫌われてしまっていますね。まあいいです、ちょうどいい。
あなたも一緒に聞いておいてください。まだ予断を許す状況ではありませんが、少しは落ち着きましたからね。なぜ、マザーシップは完全に芝とその勢力に占拠されました。さしずめ、マザーシップ芝といったところでしょうか。現在地は探索中です。各アークスシップは独立運用で運航中。はい、最初こそバタバタしてはいましたが、先の戦闘での損害率はアークス全体の約 40%、 死傷者も芝が引き連れていた敵については目下調査中です。あの機械みたいな敵、あれもフォトナーなんでしょうか。現状では何とも言えませんね。ただ自我や意志があるようには見えなかったと報告されています。ということはやっぱり機械兵器。データも受信できたみたい。ちょっとカズラさん、何ですかこの量。行動の報告はあくまで要所だけです。詳細についてはそちらのデータに目を通しておいてください。では失礼します。どうしていつもいつも未整理のまま送ってくるんですか。整理整頓管理もちゃんとして。シエラちゃん、未確認のワープ反応です。防衛映像。何あれ。ついの女神シバの艦隊、さしずめついの艦隊といったところです。それよりあの艦隊内の反応。追撃用の艦隊ってことね。俺とクラリス・クレイスの艦隊が敵の艦…私もヒューイも派手だからな。おとりにはうってつけのはず。ヒューイさん、クレ…心配は無用だ。先代、私とヒューイが…その通り。俺た
ちは無敵だ。みんな戦いは戦闘部に任せろ。お前たちは俺たちにできないことをしっかり話してリサが言うべきことは言いましたし、あと全艦通達はとりあえず完了っと。お疲れ様でした、ウルクさん。お疲れ様、ウルク。ガーディアン、あ、いらっしゃい。あなたにはいろいろと大変なことをお願いしてごめんね。私たちも自分にできることをできる限りやっていくから、お互いに頑張ろう。さて次は各艦への、ってあれ、急にめまいが。ウルク、ちょ、大丈夫ですか？なんかグラッと。アハハじゃないよ、ウルクは。そう見える？どう見てもウルクは限界だよ。このままだと本当に倒れるよ。でも今頑張らないと全てが無駄になっちゃう。そうだよね、分かったよ。今は頑張ろう。ん？どうしたのテオ、いつもなら確かに前ならウルクを休ませようとするか役立たずだって落ち込んでたかもね。今でも不安はたくさんあるよ。でもウルクが頑張りたいと思うなら、僕はそれを、僕がウルクと一緒にいるために、そう、けっえ、な、何？どうした？大丈夫大丈夫、むしろ元気満タンになった。レオ、ありがとう。いやー、熱々なのはいいんですけど。なんで私が気の毒なんですか？羨ましくなんかないんですからね。ごめんごめん、あとみんなに心配かけちゃったね。もう大丈夫だから。さあここが頑張りどころ、気合い入れて乗り越えるよ。みんな、それにしてもフォトナーたちとっても強かったね。シバやミトラたちもそうだけど、フォトンが吸収されちゃうみたいで、あのフォトン吸収ってフォトナー、おそらくですが、あれはシバの加護です。シバの加護？はい、シバ以外のフォトナーにはフォトンを吸収する能力はありません。あれは全てのフォトンを受け入れる目的のために生まれたシバ固有の能力です。シバはその能力を対の女神の加護として仲間のフォトナーに分け与えているようです。ということはシバの仲間たちはみんな、ええ、そうなります。とはいえその能力も個人差があり、無敵というわけではなさそうです。え、そうなの？はい、吸収できるフォトン量は本人が扱えるフォトン許容量の上限を超えられないようです。つまり敵の許容量を超えるフォトンで攻撃することができれば、吸収しきれずダメージを与えられるはずです。その証拠にあなたたちはフォトナーの兵を倒すことができたでしょう。は、うん。ということはシバのフォトン許容量を上って、可能性はあります。しかしシバは
深淵なる闇そのもの、すべてのフォトンを受け入れるべく作られた存在です。深淵なる闇の膨大なフォトンを上回る力を身につけるというと、それは ship で戦ったあの機械みたいな。シバが引き連れていた敵ですね。解析を進めているのですが、正直よくわからない。よくわからない。はい、生体反応はないので自立型の機械兵器ってことまではわかります。しかしその構造や素材に私たちアークスの知らない技術が用いられています。未知の技術で作られた機械兵器、アークスでは戦機種、機動力、装甲、破壊力、どれをとっ、あれはフォトナーの技術によって作られた機械兵器です。フォトナーの技術、今のアークス、そのようですね。今のアークスの最新技術であっても当時の技術には及ばないようです。深淵なる闇を倒すために当時の最先端の技術で作られた最強の機械兵器、深淵なる闇を封印する際に巻き込まれたそれらの兵器をシバが侵食、刺激しているようですね。侵食を受けてるってことは、深淵なる闇の因子によって強化されてるってことですよね。ただでさえ強力な兵器なのに、さらに芝に強化。うん、装甲は厚かったけど赤く光ってる部分はダメージが大きかったみたいだね。おそらく芝が侵食するために無理やり装甲を剥がしたのでしょう。しかしそれは相手も想定済み、どの兵器も弱点を表に出さずに攻撃を仕掛けてきます。でもどうにか弱点をむき出しにできる、倒す方法さえ分かれば今よりは苦労しないで戦えそうだね。創世記、聖獣ハリエット。なるほどの、なるほどの。してこれの器となったハリエット城はいずこに？私ならばこちらにおります。おお、その身のフォトンをそのまま創世記の形にしておるのか。アウロラと同じ特殊なタイプじゃの。うん、他の創世記は端的に言えば喋ることはないはずじゃ。創世記は持ち手を襟好みするが、直接話しかけてくるというのはあまり聞いたことがないの。スクリオや名作クラリッサ3などはもとより人を礎にした創世記ではないしな。しかしアウロラとこのハリエット城はそれらとも全く異なるものじゃ。二人とも意志を持つ人じゃからな。おそらくはその魂がフォトンと結びつき、
意識的に形を変化させておるのじゃろう。そして奏者とリンクして力を発揮すると。かつての創世記も人の魂があり、それがシオンと結びついていたからこそ圧倒的な出力を見せていた。逆に言えばその魂が尽きた時が世の果てもそうじゃった。形こそ修繕できたが力は戻らなかった。その魂が失われたからじゃろうな。おそらく世の果ての魂は自らの役目を果たしたのだと思います。やり遂げたから満足して消えていった。きっと本望だったと思いますよ。そうじゃな。まあそうなるとわしとしては定期的に破損修繕を繰り返しておるラビリスが不憫でならんよ。誰か代わってくれとでも言っとるかもな。あちらの魂に気持ちを聞いてみたいものじゃよ。お疲れ様です。はい、稼働データ。なるほど、こんな感じになるのか。やっぱな、駆動系の負荷が結構やばいな。機動性を上げるためとはいえ耐久性を削ったのは良くなかったか。こうやって没頭しちゃうのを見てるとなんだかシエラちゃんに似てない？ね、そうだよね。でもそんなことないよね。シエラちゃんは、まあ、似る面はあるかもですね。なんせ私もハイキャストなのでリュドミラタイプの。え、そうなの？ボイドが解体された後、アークスの組織改編に伴って研究部が再編されました。再編された研究部にはルーさんのような天才はいないものの、各分野のエキスパートが多数いました。そういった方々の知識や経験をデータベース化し、演算に特化したモジュールに当てはめる。そうして出来上がったのが私、研究部所属の AIS 研究開発特化型ハイキャスト、リュドミラです。そうなんだ、シエラちゃん以外。はい、だから私には AIS を徹底的に研究改良して強化する義務があるんです。というわけで私の研究のため AIS を思う存分動かしまくってデータを取ってきてください。ではお願いしますね。さよならです。あんな話を聞いちゃうと AIS の操縦がに、うん、私私だけじゃなくみんな無理してるでしょ。シエラなんか管理完成に必死で雑談する暇もなさそうだし。サラ、私にもわからない。シャオは行けとしか言わなかった。でもなんとなくわかる、あいつが何を求めているのか。あなたがシャオと初めて会ったのもあそこだったはずよ。竜族の長ロカミツとの交流、それ以外には考えられない。きっとあそこで何かがわかる。そうなんでしょ、シャオ。
ず船で待っててくれていいんだよ。シャオの縁者である私が行かないと意味がないのよ。まとい的に言えばここが無理のしどころって感じかしら。もう待っていましたよ。え、クーナちゃん、どうしてここに？竜族の皆さんは、その、なんていうか、遠慮がない方々が多いので。遠慮がないって、どういう？警戒は不要ですよ。これは挨拶のようなものですから。遠慮がないとはこういうことです。私は竜族とは遠からぬ縁もありますし、よければ案内役としてついていこうかと。それに現状はどこから敵が来るかも分かりません。戦力は少しでも多い方がいいはずです。相変わらずですね、レラ。私たちが来るのが分かっていたんですか？ハミズ様のお言葉、皆が来るとおっしゃっていた。竜のカンナギ、コのレラ、アークスのみんなを迎えに来た。ハミズ様はお会いになる。私についてきて。その危機は存じているが、あなたが息災なようで何よりだ。アムドゥスキアの老竜族、老カミツ、シャオの指揮。いかにもあなたの内からカノコを感じる。話には伺っていたが、こうして会話をするのは初めてとなるな。あなたたちの表現で言うならば、シャオの縁者が、だが、この言い換えにより、私の言いたいことがあなたたちに伝わったと考える。私とレラが同じ存在？じゃあ、六花蜜、あなたは？その通り。私はアカシックレコード惑星シオン模倣隊、その行き先の一つである。私は中期模倣隊、同時に生み出された兄弟とも呼べる模倣隊がある。だが、私ともう一つのシオン模倣隊は、それぞれ模倣というにはオリジナルから不足しているものがあった。私は演算能力が劣り、もう一つは処理能力が劣っていた。二つが一つになればと、どれだけ嘆かれたかは想像に難くないだろう。当時のフォトナーの凄まじいところは、その嘆きを現実にしようとしたところだ。私ともう一つを融合させ、完全なるシオンを包帯にしようと画策し、その考えは
当然失敗する。結果生まれたのがこの星だ。惑星アムルスキアの起源はそこにある。連勝として残した天国竜テリオ島と地獄竜カッシーナの争い、それが対となった模倣体の激突を表したものだ。だが私はそれを忌まわしいとは思わない。フォトナーを恨んでいたりもしない。そのような感情は私に存在しない。私はここでしか得られないものを得ることができた。それで十分と考える。もっともカッシーナがどう考えているか私にはわからない。シャオが消える間際にアムドゥスキアに迎えって言ったのは、あなたを新しい管理者として迎えるため？いいな。それでは状況は変わらない。私はシャオの演算能力に及ばない。それではただの間に合わせとなってしまう。それじゃあどうすれば？カッシーナは眠っている。私と衝突し、その衝撃によって目覚めぬ眠りについた。今はアムルスキアの地中深くにいる。地獄を支える者として器のみがそこにある。教えて、そのカッシーナの眠る場まではどうやったら行けるの？カッシーナのうちに、あなたのうちにあるシャオを移すつもりか？移動に失敗すればシャオのみならず、現在の器であるあなたのミスが危険にさらす。シャオはそれを望まないと推測する。あいつが戻ってくるにはそれしかない。だからあいつは私にここへ迎えって言ったのよ。それにね、私もやられっぱなしは性に合わないの。シャオは私の命を二度も救ってくれた。その恩を返したい。皆を守るために必要なのです。どうかお願いします。人の意志はかく美しくあるべし。その意志を承諾する。カッシーナのもとへいざなおう。この俺ら彼。はい、カミツ様。レラが案内役？その大きさで火山洞窟の奥深くについてこられるのですか？ふんふんふん、案ずるなクーナ。こんなことをあろうかと。自陣だ。体を構成する竜章の大きさ、反りの調整などカンナギにはたやすい。レラが来るならば私との連絡も可能。わからないことがある。どうしてフォトナーの末裔に力を貸す？オリジナルが望んでいるからか？いや、シオンの願いは違うよ。シオンの願いは
たった一人を救うこと。サラを助けたのも、ここで助言するのも、それは僕の自由意志によるものさ。もっとも、それすらシオンの手のひらの上なのかもだけどね。なおさら理解できない。シャオ、あなたはその先に何を求める？硬いな、カミツ。僕はそんな大層なものを望んじゃいないよ。ただあえて言うなら、人の意志が私たちを超えていく様、それを私も見届けたい。ここがアムドゥスキアの最深部？そう、不可侵領域、地獄竜母。私も入るのは初めて。しかし、この様子、海底区域のようにも見えます。ハミズ様は言う、しかりと。深淵なる闇、活性により変質した領域、それと同じ。これもあの時、私とアイカちゃんが無理しちゃったからなのかな。いえ、あれともまた違うようです。ここはもともとこうだったかのよう。いかがですか、レラ。そうなの、言う通り。地獄竜カシーナへ通じる道は、元よりこの状態にあった。アークスの湯排泄区域が出てきた時は、カシーナの覚醒を疑ったと聞く。これがカシーナの望んだ竜の形、アムドゥスキアの形なのだろうと。この場に残りし竜たちはカシーナの影響で狂乱している。敵味方の見境なく襲ってくる。それゆえ誰も入らず近寄らず、カシーナは一人眠りにつく。この奥にカシーナ、シャオを元に戻す鍵が。シャオ君に戻ってきてほしいのはみんな同じ気持ちだよ。でもだからこそ焦らないで、サラ。大丈夫だからさ。あなた、まとい。そう、心配するな、アークスのカンナギ。私がついているからな。Thank you.
completed. は襲ってくるけど、それだけね。うまくアークスの艦隊が敵を引きつけているのかしら。そちらのカンナビは心配性だな。この場は危険でもあるが聖域でもある場だ。何人もそうやすやすとは入ってこられないぞ。レラ、下がってください。フォトナーの兵、敵の艦隊はクラリス・クレイスちゃんたちが相手しているはずなのに、どうやってここに入ってきた？痕跡はない。あなたやマトイの座標情報を追跡してピンポイントで転送してきたってことね。考えてみれば当然か。今まで私たちがダーカーに対しやっていたことと同じなんだから。情報の優位性がひっくり返ってる今、どこから敵が来たとしてもおかしくない。放っておけばさらに送り込まれてくるでしょう。それしかありませんね。お墓というのですか。いえ、しかしこの様子は。わかるよね、これ、この雰囲気って。カッシーナはシオンの模倣体として作られたんなら当然よね。となると構造も似ているはず。コアとなる部分はあっちね。これでシャオが。サラ、今ので仕留めたつもりでしたが、目の端に捉えた違和感で反応しましたか。その内に感じる鼓動という、確かにあなたは他のアークスとは随分異なるようですね。
我が主よりあなた方の追撃を仰せつかりました。妙な動きをしているようだったのでしばらく泳がせていたのですが、どうやら正解でしたね。ここがあなた方にとって犯行の起点となる重要な場所なのでしょう。ならばそれを壊せばいい。反応なら終えるし、そこに転移だってできる。なるほど。しかし誇りが一つ増えた程度でどうにかなるとでも。ふん、あまり私をなめるなよ。フォトナですが、悪くない手です。いつまで続くかという問題がなければですけどね。悔しいが、あいつの言う通りこんな付け焼き刃の戦い方はそう長く持たない。さら、私たちが時間を稼ぐ。その間にシャオを叩き起こしてこい。分かったわ、レナ、お願い。こっちだ。無駄なこと。すべてに我が主よ。まずまずといったところでしょうか。Completed。 オメガで獅子奮陣の活躍を見せたガーディアン、この程度ではないはず。申し上げたはずです。全て我が主のため。私は我が主をこの世に戻すためだけに全てを利用していただけです。オメガに潜伏し従順なる騎士を演じ、あなたの肩を並べ世界を救い、我が主を迎え、そして我が主の望むままこの世界を壊す。それこそが我が主の目的であり、私義のオガバルナの目的。義のオガ。私とミトラは主なしでは成り立たず、我が主もまた我ら二人を必要とする。それ以外は不要です。この世の全てが不要。無駄な戦いをいつまで続けるおつもりで。時間など稼いでも意味がないというのに。なんだと。ここに私を釘付けにしたいのなら、いくらでもお付き合いしましょう。こちらとしては本意ですからね。まさか
行かせるとでも。邪魔はさせない。まだ私の中にそうね、私の心にあいつはいる。そして万物の本質は心にある。死にたくない。この体も失いたくない。そして何より、私はあんたと一緒にいたい。そう約束したから。ううん、これも違う、これも嘘。私があんたと一緒にいたいのは最初に約束したからじゃない。このモヤモヤっとした理由をどう言語化したらいいかわからない。どう言えば伝わるのかわからない。でも私はあんたと一緒にいたい。一緒に笑って怒って喧嘩して、いろんなことを見て楽しんで、一緒に歩んでいきたいの。シャオ、私はあんたと一緒にいたい。私とあんたが一つになるんじゃなくて、
それぞれ別の存在として並び立つ人として、だからシャオ、お願いよ、お願いだから戻ってきて。周囲から次元転移反応だよ。クラリス・クリス、爆破を。わかった。的確にこちらの場所を掴んで、捕らえられるようになったとでも。二つのシオン模倣体の力を合わせてやっとってところだけどね。即時適応を感謝するよ、カミツ。礼にはおよばない。これが未来につながるのだから。シャオ君、待たせたね、みんな。よくここまで頑張ってくれた。サラ、心配いらない。眠っているだけだよ。彼女が頑張ってくれたから、僕は今ここにこうして存在している。その頑張りに報いないと男じゃない。消えた。周囲に反応はないよ。現状を見て撤退したようだね。シャオ君、戻ってきてくれたんだね。叩き起こされたって感じだったけどね。まあそのおかげで間に合ったんだから、さらには感謝しないと。先ほど大きな爆発音が聞こえましたが、器となる存在は無事だったのですか？カッシーナの中枢は破壊された。でも竜にとって重要なのはその器の姿形じゃない。そうだろう。しかり重要なのはその魂。宿るべき器はそこかしこにある。シャオは砕けた竜章を束ね、その身とした。まあ分かりやすく言うなら、この場に漂う竜子が僕ってことさ。それを束ねて形を作っている。竜章を返しているからこそ、カミツとのリンクもスムーズにいった。これで情報演算能力の差は埋められる。となると次にやることは決まっている。なるほど、模倣体2つが仲良く手をつないだと。フォトナーに捨てられたというのに、未だその末裔に縛られるとは、まことに愚かな存在ですね。申し訳ありません。追撃かなわず力を与える形に。なぜ謝るのです、バルナ。誇りが固まり塵となっただけですよ。その忠義忠節、
これまでと変わらず私に示してくれますね、義の女バルナ。は、必ず。ショー帰ってきたんだって。しかも老竜族の助けで演算処理能力も上がったそうね。これである程度はフォトナーとも対抗できるようになったってわけね。情報戦で対抗できても芝が相手じゃどうしようもないけどね。あんたはどっちの味方なのよ。ま、話を聞く限り飛んで、それに芝だけじゃなくてあの部下みたいな二人もとんでもないじゃない。ああ、あれね、
アウロラ？そうね、あの二人もフォトナーの被害者みたいなものよ。被害者？ええ、始まりは一つの器だったわ。フォトンを扱うことだけに長けた究極の器が作られた。その器はあろうことか知性を持った。その知性を持った器を支えるために二人、それが義の女神ミトラと義の女神バルナ。バルナって確か、思い出した、そうよ、オメガに召喚された時にあのバ、あの時あんたもいたけど気づかなかった。あの時はそれどころじゃなかったし、男の顔なんていちいち覚えてないわよ。でもあっちは私に気づいてたかもね。昔と姿が違ってたとはいえ。そういえば南の砦からエピックの王都に向かった時、あいついなかったわね。あのお姫様にべったりな感じの従者が用事があるとか言って別行動してたのはあんたがいたからかもね。話を戻すけど、3人が作られた同じ時期にアカシックレコードの最終模倣体、深淵なる闇が生まれてしまった。そこで苦肉の策として究極の器から知性が取り除かれ、深淵なる闇の器にされたの。その従者である義の女神ミトラと義の女神バルナ、3人仲良く悪空間へ捨てられた。フォトナーたちの都合で勝手に作られて勝手に捨てられた。あの子たちも被害者なのよ。でも私たちはフォトナーじゃない。うん、私も同情はするけど共感するつもりはないわ。だからあなた、あいつらのことコテンパンにやっつけちゃって。シエラ、久しぶり。管理完成、うまくできてるようだね。今の私の状況を見てよくそんなこと言えますね。でもご無事で何よりです。うん、よく持たせてくれた。シャオ君、ウルコまで来てるとはね。そんなに心配だったのかな。あいた、ちょ、ウルク、茶化すようなことじゃないでしょ。本当に心配してたんだから。シエラちゃんだけじゃない、私だってみんなだってシャオ君のこと心配してた。だからまず一番最初に言うべきことがあるんじゃないの。そうだね、心配かけてごめんなさい。そして心配してくれてありがとう。みんなにも迷惑をかけてすまない。でもそのおかげでカミツと連携しフォトナー側の動きをつかめるようになった。これは適正力の布陣。常に不意をつかれていたからこそ脅威だったけど、これからそうはさせない。体勢を整えて反撃の時だ。シラ、もう一頑張りしてもらうよ。はい。よし、それじゃあこっちも動こう。さ、出よ、行くよ。
おかげさまでね。シャオが中にいない分、むしろ前より動きやすいぐらいよ。ん？ああ、私しばらくアムドゥスキアに滞在することになるから。え？シャオの本体はアムドゥスキアにある。そして私はシャオの縁者だからね。常駐で警護みたいな感じかしら。サラ、一人で大丈夫なの？寂しくない？私としては一人の方が良かったんだけどね。おーい、サラ、まだ準備できないのか？って、お先代に、貴様！もしかしてクラリス・クレイスちゃんも？そうだぞ、サラ一人じゃ寂しいと思って私が立候補してやったのだ。バーカ、寂しくないわよ。あそこも重要拠点になるわけだし、六坊を一緒にって話なだけ。この子連れてくと余計なトラブル起こりそうで怖いけど、ま、方針は理解できるし仕方がないわね。性能が上がった分、いろんな箇所に弊害が出てるな。フレームへの負荷もそうだけど、コックピットの精密維持機能も今の状態のままじゃちょっと。で、あ、どうもです。あ、このタブレットですか？ AIS 開発用のシミュレータですよ。アークスの皆さんからいただいたデータをもとに改造を施した AIS をこの端末でシミュレートしています。その結果をもとに最適な形で設計、一人一人の細かな要望に合わせて AIS の改造を行います。そうだ、あなたも何か私に伝えたいことがあれば遠慮なく言ってください。さらにですか、本当にあなたが求める強さには上限値がないんですね。まあ、これが私の仕事ですし、好きな研究のためであればやれるだけやります。今後もお願いしますね。ただいま。君にもいろいろと迷惑をかけたね。みんなのおかげで竜章を介して姿を見せられるようにはなったよ。本体はアムドゥスキアだけどね。しかしマザーシップは依然として占拠されたままだ。僕とのリンクは完全に切れてしまっているし、現状をつなぐ手立てもない。今のマザーシップの周辺には芝の艦隊が展開されているだろうし、管理管制も芝の制御下だろう。正直自分の家を好き勝手されているような状況だから面白くはないね。今はまだ手段はないけど、いずれ必ず取り返す。その時は君にも力を貸してもらいたい。よろしくね。何を言う、お前の方が小さいぞ。誰がどう見たって
ソラなら別行動で各自警戒中だ。それよりもこいつに言ってやってくれ。おお、よく来たな。あのところもこの小さいものに言ってくれ。また小さいって、どうして私よりもチンチクリンに何度も言われねばならんのだ。もうラッチがあかん。おい、貴様はどう思うか答えろ。そうか、貴様の趣味を聞いたわけではなかったが、まあ聞いた私も悪かったな。そうか、わかったぞ。小さきアークスよ、見ておれ。どちらが小さいか。うわっ、どうだ、これで私の方が大きいと。ればいいというものではないぞ。小さい方が便利なこともたくさんある。そうなのか。そうなのだ。どのような点で便利なの。どのような。そうだな、例えばだ、戦う時に素早く動ける。小さければ障害物やエネミーの攻撃に当たることも少ないからな。小回りを効かせて正確に確実に素早く攻撃を叩き込めるぞ。なるほど、確かに先日の地獄流歩でも敵が現れる場所に的確に攻撃をしていた。まあ私にかかればあの程度は朝飯前だがな。小さいことはすごいな。他にも小さくて便利な点も。他に、それは、おい貴様からも何かあるだろ。他にはだな、って天井が低いところで頭を絶対にぶつけない。それはいいな。私はいつもぶつけてしまう。他にはならばさらに体が小さいとドーナツ2つでお腹いっぱいに。だがすぐにお腹いっぱいになってしまうから、うまいものもあんまり多く食べられないんだ。それは悲しいな。でもな、小さいと時々お菓子がもらえるんだぞ。すごい、すごいぞ。小さいことは素晴らしいな。ならば、これで私もお菓子をもらえるのだな。ああそうだ、さあ貴様、遠慮せず小さな私たちに思う存分お菓子をくれていいぞ。いいぞ。失礼します。こんにちは、リュトミラさん。 AIS 改造の件ですが、総務部に行ったら誰もいなかったので直接相談に来ました。あー、芝が来てからどこもかしこもてんよ。では早速ですが、こちらは AIS 改造に必要な部品一覧と使用書に見積もり、あと専用施設の計画書です。はい、確認しますね。走行強化用パーツ180種、コックピット内のマニピュレーター拡張、
新型ブースターの使用書と3つ目フレーム駆動効率化のための追加予算に改造施設および専用格納庫敷設の設計図。ルドミラさん、さすがにこれを全部通すのは。ではお願いしますね。待って待ってください、この規模だと急には無理ですよ。技術者も許可さえもらえればこちらで全部やりますよ。いやそういう問題では、突然こんな稟議出したら大騒ぎです。施設も建設可能な用地がありませんし。大人は待ってくれません。アークスを守るために必要です。お願いしますね。ちょっと無茶ぶりにも程がありますよ。あなたもそまさかの一言 AIS の話ですよ。あなたも乗るんです。はあ、情報部も研究部もいつもいつもやってやりますよ。やればいいんでしょ。もうけどね、シャオくん戻ってきたんだし、私も寝てばっかりいられないかな。敵勢力の出現予測はこうだ。市街地に転送予兆、どうやらまた直接乗り込んでくる気らしい。フォトンの感じ的には偵察っぽいかな。本気で来るならもちっとビビビッとするもの。しかし来ることさえ分かっていれば対策の打ちようはあります。こちらの動きも予測されてるだろうけど、出現直後に迎撃となれば多少の不意はつけるはず。つまり最初の一撃が重要だ。その一番やりを君たちに任せたい。大丈夫だよ、私も一緒に頑張るから。それじゃ頼んだよ、二人とも。
Sensu, Cold Attack!Completed!全拳隊全滅しました。きちんとこちらの動きを予測できているようですね。ではあちらはどうでしょう。待ちな。まだ戦闘配備中だよ。ガーディアンともあろう者がどこに行こうとしてるんだい。それとも暇なのかい。だったら私の相手に付き合っちゃくれないか。おや、ずいぶん可愛くなったもんだね。マリア、すでにそのまやかしは通じん。もう終わりかい。自分と戦えるなんて滅多にないんだ。もうちょっとやらせてくれないかい。めんどくさい。ダメ、擬態バレる。パラメータだって偽装してるのに、なんでだろう。アカシックレコードに準ずる演算能力を得たならば、擬態のカンパもうなずけるところです。素晴らしい進歩だと思いますよ。さすがは我々がフォトナーが生み出した存在です。アークスの機動兵器が接近しています。転移座標から逆算して送り込んできたものと思われます。異種返しといったところですか。
そうやってすぐに調子に乗るのも全くもって彼らの生み出した愚策の様相そのものです。強襲部隊全滅しました。あの出力でも届かないか。前期に祈祷命令を。はい、前期祈祷せよ。繰り返す、前期祈祷せよ。おや、また追いかけっこですか。いい加減、鬼の役目にも飽いてきたんですけどね。ということで、他のアークスの方々の意見も聞かれているそうなので、さてここからはお二人の主観的な意見を聞き、いやー、私たちに目をつけるとはなかなか見どころがある研究員。私たちも AIS の操作経験。それにそれに、いつもは情報屋として取材する立場だし、たまにこうやって話を聞かれるのも悪くないね。いつも取材してるのは私だけどね。パティちゃんも一人でしっかりと取材できるようにならない。いいよいいよ、何でも答えちゃうよ。私の話も聞こうかバカーネ。ではまずざっくりしたところから、宇宙空間での AIS の機動性はどうでしょう。体に負担がかかったりします。あー、なんかやっぱり地上よりふわふわしてる感あるよね。たまにガンってなるけど。あー、じゃあハイブースト使用時の反動はどうです。ブンってなった後にグワッってなるやつだよね。あれはなんかちょっと好き。ああ、そうですか。宇宙空間だとやっぱり上下感覚が不安になっちゃうことがありますね。ハイブーストはちょっと体を締め付けられる感じがありますけど、気にするほどのものではないかと。なるほど。射撃精度はどうです。そうですね、もし実弾だったら空気抵抗の差が大きく出ると思いますが、フォトン弾なのでそれ。はいはい、他に私パティさんはもう大丈夫です。ありがとうございました。そうだ、後であなたの意見も聞かせてください。で、ティアさんに質問ですけど。無視しない。私あー、ちょっといいですか。あなたはリサさんってご存知ですよね。ですよね、有名人ですもんね。ならちょっとリサさんが乗っていた AIS の稼働データを見ていたんですが、射撃の反応速度が異常なんですよ。レーダーの感知よりも早く敵の位置を把握できているんです。いくらなんでもありえません。この理由が分かればさらに AIS を改良できるので、リサさんに話を聞きたくて。リサがどうかしましたか。うわ、びっくりした。ああ、あなたがリサさんですか。はいはい、リサですよ。リサに何かご用ですか。はい、あなたが乗った AIS の稼働データを見たんですけど、疑問点がありまして。何度かレーダーが感知するよりも早く射撃を当てたというログがあるんですが、あれはどうやっているんですか。どうと言われても、リサはただ目で見て撃っているだけですよ。目で見てとは。リサは戦う時にレーダーに頼ってませんからね。 AIS に乗っている時も同じです。この目で
探して見つけたら撃ってるだけですよ。まさかの目視。いや待てよ、目で探して撃つか。なるほど、フォトンの感知速度じゃなくてカメラ駆動と解析能力を上げれば同様の結果が得られるはず。それにしても AIS というのはなんともリサには合いませんね。敵を撃ってる感覚がありません。そうだ、カメラの XHD 画像解析を16ミリセカンド未満に高速化できればレーダーマップにリダイレクトして。やっぱり敵を撃つなら自分の手で撃って撃って撃ちまくるのが一番ですからね。フォトン感知と合わせれば今よりも 22% 以上高速で正確な索敵が可能。おやおやおや、なんとも変わった子ですね。体に保持しているフォトン量が文字通り桁違いだから、フォトン系の攻撃は全く、物質攻撃もその桁違いフォトンによる身体強化で強引に弾かれちゃってる。いやはやこれはすごいな。想定計算終了。想定が全く甘かったな。光線時の出力から導きだ。この数字計算ミスじゃないんですか？ハークス全員の想定に匹敵ってむちゃくちゃですよこんなの。だけど事実だ。フォトナー全員分のフォトン能力を彼女一人が有すると考えれば当然の能力なのかもしれない。以前彼女がアクスシップに現れた時、あれは本当に遊びに来ていた程度の振る舞いだったんだろう。だけどあの時だってこの人も私、生半可なフォトンをぶつけても座れるか弾かれるかだけ。あれとまともに戦うには同じくらいのフォトンを持たなければ無理だ。そうだね、それが一番妥当な考え方だ。フォトンを抑え込む方、あ、そうだ、あの時の、そう、まといが深淵なる闇に転じた時、その力を縛り付けたスクラ姫の結界心、あれはもともとマガツの力を封じるための結界。シバの力をフォトンを封じるように転用できれば可能性はある。うん、大丈夫だよ、スクナ姫なら力を貸してくれる。行こう、ハルコタンにスクナ姫に会いに。